父さんのすることは、いつもよし、父さんのすることは、いつもよしは、ハンスクリス・チャーガンデルセンの童話の一つ。本作品は、童話と物語の新集、第二巻第一冊に、馬車で来た十二人の客、小金虫、賢者の石、雪だるま、アヒル商社で、新世紀のミューズと共に収録され、1861年3月に、コッペンハーゲンで刊行された。 アンデルセンは70年の生涯で160編、あまりの童話を書いたが、グリム兄弟などが行った民話収集とは異なりその大多数は彼の創作である。しかし、昔からの民話やすでにあった童話をもとに作られたものもあり、本作品もその中の一つである。本作品はアンデルセンが子供の頃に聞いた関心な女将さんとも呼ばれるデンマーク民話をもとに作られたが、 イギリス人が登場するくだりはアンデルセンの創作となっている。当時イギリス人は非常に裕福で掛け事を好むと考えられていた。アンデルセンは1860年の長い海外旅行からの帰国後にこの童話を書いたが本作品の執筆は帰国の際の両替でフランス通貨をデンマーク通貨に交換する際に損をしたことが直接のきっかけとなった。彼の日記には 彼が金貨を両替した時に1ナポレオンにつき14スキリングの損をしたと書かれている。とある田舎に農家の父さんと女将さんが住んでいた。彼らはほとんど物を持っていなかったが持たなくて済むものとして一頭の馬を持っていた。父さんはこの馬を売ってしまうかもっと得になる何かと交換しようと考える。しかし何と交換するべきか。女将さんは 父さんのすることはいつだっていいことだからと、馬の処分を一任し、父さんを市場へと送り出す。父さんは市場への途上で、一頭のメウシを連れた男と出会う。父さんは、メウシからいいミルクが取れるだろうと思い、馬とメウシを交換する。次に、父さんは立派な毛並みの羊を連れた男と出会い、メウシより餌の手間がかからないだろうと思いメウシと羊を交換する。 父さんはさらに大きなガチョウを抱えた男と出会い、おかみさんが常々ガチョウを欲しがっていたことを思い出し、餌は野菜くずでいいだろうと思い羊とガチョウを交換する。町の近くまで来た父さんは今度は可愛いメンドリと出会い、餌は自分で見つけて食べるだろうと思いガチョウとメンドリを交換する。町にたどり着いた父さんは喉が渇いたので一杯やろうと居酒屋に寄る。 居酒屋の入り口で袋いっぱいに入った傷んだリンゴを持った男と出会った父さんは、おかみさんに見せてやりたいと思いん取りと傷んだリンゴを交換する。そして父さんは居酒屋に入り、リンゴで詰まった袋を暖炉に立てかけた。居酒屋には金持ちのイギリス人が二人いたが、リンゴが暖炉で炙られて音を立てているのに気づいた彼らは父さんから馬の取り替えっ子の天末を聞くと、 おかみさんに石棺されるぞという。しかし、父さんは石棺どころかせっぷんされるだろうと言い返す。そこで父さんとイギリス人は賭けをすることにした。イギリス人はマス一杯の金貨を父さんは傷んだリンゴと自分、そしておかみさんをかけた。父さんは二人のイギリス人を連れて家に戻り、おかみさんに一部始終を話して聞かせる。おかみさんは取り替えっ子の話を聞くたびに、 父さんのおもんぱかりを褒め、喜び。最後には父さんに接吻する。イギリス人は物事を前向きに考える女将さんに感心し、金貨を支払った。ありがとうございます。